は何でしょうか。はい、今日は山菜ペペロンチーノです。すいません、はい、山菜ミートペペロンチーノですね。はい、まあ、山菜ですか。そうなんです。はい、ですね、わらび、タラの芽、コゴミなど旬の山菜がたっぷり入ったペペロンチーノのパスタなんですよね。ペペロンチーノ。そうです。そして味付けはお得意のめんつゆです。タナさんのお料理にめんつゆ出てくる率が高いですよね。そうなんですよね、はい、確かに山菜って長野に来てからもらうこと増えたんですけど、はい、はてどうしよう。だいたい天ぷらかおひたし。そうですね、そこがまあ定番ですよね。そうなんです、ペペロンチーノどう作るのかご覧いただきましょう。はい、浜さんのキッチンスタジアムで山菜ミートペペロンチーノ調理スタートです。はい、今回使った食材はわらびとタラの芽とコゴミなんですよね。はい、どれも立派でしょう。はい、定番ですよね。そしてわらびはアク抜きが必要なんですが、あのお天ぷら用のバットありますよね、はい、あそこの上にわらびを置きまして、そして熱湯ですね、はい、ここに重曹を入れます。はい、そしてそれを、わらびにかけるわけなんですよね。これをお湯ごとかけると、はい、そうなんです。はい、そうするとこれがアク抜きになるんですね。一晩置いておくんですね。はい、そうです。まあ、あのもちろんハイリアルという方もいらっしゃると思いますが、はい、まあ、お手頃なのは重曹ですよね。はい、そしてまあこの天ぷらバットの網の方を上に乗せておくと頭が出ないということですね。なるほど、しっかりとお湯に浸かるということですね。はい、そういうことです。そしてよく洗いましょうね。きれいにアクが取れた感じがしますね。そういうことですね。はい、そしてさあここからペペロンチーノ作っていきますね。はい、もうここペペロンチーノの定番ですよね。ニンニクと赤とろがらし、これをフライパンで、炒めていきます。でもごま油使うんですね。そうなんですよ、ね、今日はちょっと和洋のミックスですね。和洋折衷で。はい、そしてここで入れるのが鶏のひき肉です。うん、これを炒めていきますね。お肉大好き。はい、まあ、ひき肉、お肉入れるってねちょっと珍しいかもしれないですよね。そうですね、これお肉は鶏の方がいいんですか。いや、何でもいいですよ。豚でも、あの牛でも、何でも結構です。はい、はい、そして、タラの芽だけはスパゲティと一緒に茹でてしまいましょう。あ、これでいいんですか。はい、タラの芽は特に何かをアク抜きするっていう作業がないので、スパゲティと一緒に茹でていいと思いますね。手軽ですね。はい、ちょうど塩も入っているのでとてもほら鮮やかになりますよね。でこのまま大胆にフライパンに移します。湯切りしなくていいんですか。そうなんですよ、ちょっとお湯が入っているくらいの方がよく混ざりやすくなりますね。そうですか。はい、わらびは先ほどのものですよね。はい、5センチ長さくらいに切ってあります。はい、そして、さらにですね、コゴミも入れるんですよ。コゴミはやはりこれ単体で入れた方がかなりあの緑の色が出ますので、見てておきましょう。すっごく鮮やかですね。ですよね。はい、いや綺麗なパスタですね。これで炒め合わせまして、はい、そして味付けはそうです、めんつゆです。来ました、めんつゆ。はい、そして塩コショウをお好みで振りかけていただいて、はい、あ、実はこれで完成なんですよね。え、完成、完成、完成言うまでしょ。すごくシンプルじゃないですか。そうなんですよ、シンプルなんです。やっぱペペロンチーノですからとてもシンプルですよね。これは簡単だぞ。はい、山菜の旨味がねとっても出ます。まあ、ちょっと最後にですねやっている感を出して鍋振りをしています。これをすると一気にやって、おお、なんだなんだなんだ、これはこれはですね、菜箸を使って盛り付けをしようとしてるんですよ。これ盛り付け。そうなんです。あのトングを使うよりもこのように菜箸を突き刺してぐるぐるってやる、とっても楽ちんな盛り付けなんですよ。これちゃんと具入ってますか。具もね一緒にちゃんと中に入ってるんですよ。本当ですか。いやー、はい、これあの SNS では結構皆さんやってらっしゃる盛り付け方なんですが、ぜひ皆さんやっていただきたいですよね。細長くてオムレツみたいな形をしているパスタっていう、横になった感じの盛り付けですね。面白い。そして何より見た目がとっても綺麗ですね。はい、ありがとうございます。この盛り付け方だったら、はい、まだお菓子練習中の子供でも頑張ればできるかもしれない。あれ
子供がやるやり方ですよね。あのかもしれないですね。パスタ食べるときに。わかります、わかります。さあ今日はそんな方法で作った山菜ミートペペロンチーノがこちらにありますので、はい、私がいただきます、はい、どうぞ。はい、ではいただきます。あ、いい香り。あ、山菜の香りしますよね。あ、山菜のシャキシャキがすごく残ってる。よかったです。はい、なんだろう、山菜のいいところが残ってるって思いました、シンプルな味付けで山菜そのものに味付けをしたんじゃなくて、はい、パスタと絡めてからちょっと味を締めたって感じじゃないですか、うん、はい、なるほど、そうですね。だからね、あの心地いい苦味とか、ぬめりとか、全部残ってますよ。もう山菜の持ち味ですよね、そうですね、お肉が美味しい。そうですね、やっぱりお肉入れることによってコクが出まして、まあ、これはですね、例えばベーコンとかウインナーとか、あとツナ缶、こういったものを使っていただいてもいいですよね。なるほどね、アレンジ方法が結構これはいろいろありそうな気がしますね。そうなんです、うん、あと今日はあのシンプルなオイル系のパスタですけれど、はい、これをトマトに変えたり、あとホワイトソースに変える、そんなこともできますよね。お家にある材料で皆さんちょっと考えてみてください。そうなんです。あの山菜っていうとどうしても、まあ、冒頭にも言ったように、はい、おひたしだとかシンプルなものになりがちなんですけれども、はい、お肉とかパスタと合わせることで、はい、立派な主食になりますね。そうなんですよね、うん、いろいろレパートリーが広がりまして、ま、あの紳士は山菜の宝庫ですから、はい、いろんな風にして食べていただきたいですよね。その言葉を聞いてこのアレンジです。はい。はい、今度は山菜のつけそばなんですよね。はい、あのパスタをそばに変えたわけなんです、つけそばなんですね。そうなんです。であの、ま、作り方は同じでして、ゴム油で鶏のひき肉を炒め、はい、めんつゆを加え、その中に山菜を加えて煮るだけなんですね。なるほどね、これもうどんなどで作ったらすごく美味しそうな気がしますよね。あの今季節ではないですけど、はい、そうめんでもいいですよ。まだ残ってる人いらっしゃるかもしれませんからね。作り方、はい、ホームページを参考にしてください、はい、ここまでふるさとキッチン浜さんとお伝えしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。